アルストム・アルストム・トランス・ポール・メトロポリス・メトロポリスは、フランスの充電メーカーアルストム・グループの輸送部門、アルストム・トランス・ポールが開発した、都市高速鉄道向けの汎用コンセプトモデルによる、鉄道車両とインフラシステムの名称、ブランド。地元フランスのパリを皮切りに2014年時点で、シンガポールや上海、南京、ブタペスト、ブエノスアイレス、 サンパウロなど世界22都市に3000両以上が導入されている。複数規格に対応したモーターや台車などのコンポーネント部品をモジュール方式で効率的に生産、販売するだけでなく、ある程度のテーラーメイド型に対応している。渦のように編成は2両から最大10両まで1両単位で増減が可能でドアの幅、ドア数、終電方式、電圧、 機関、車輪も多種多様に対応できる。監視カメラ、座席幅、座席配置、スタンションポール、USB 充電器、Wi-Fi、車椅子向けのドア付近の空間用途や車内、案内表示装置などのオプション装備品の有無も、顧客の鉄道事業者側がカスタムできる。部材のリサイクル可能率は96%。テーラーメイド型基本的には、鉄輪式で供給しているが、 メトロポリスのブランドが確立する前から製造していたゴム体や敷地下鉄であるパリメトロの車両はラトップからのテーラーメイドという形で供給している。1995年に落成し、1997年に運行を開始した MP89 型は TGV やバルを手掛けたことで知られているフランスの工業デザイナーロジェタロンがエクステリアデザインを担当し、 外国にも展開されている。また、他社との共同受注時はメトロポリスをベースにテーラーメイドとなり、デザインは大幅に異なる。他社生産完成品としての車両生産には直接関わっていないものの、アルストムによるパーツ供給やメトロポリスの設計が反映されている、モノアクスニツアックスニツの虫傷メトロポリスの要素を受け継ぎつつ、より軽量輸送に特化した。 ライトメトロ用コンセプトモデルのアクスニッツが発表されている。ライトレール、ライトメトロ規模では1980年代からリールメトロで世界初の実用化を果たしていたが、その後は通常型地下鉄でも2003年にシンガポールで本格的に採用、稼働を始めた。アーバリスブランドで展開し、アーバリス200、アーバリス300、 アーバリス400とアップデートを重ねて無線通信と移動閉塞を組み合わせた完全自動無人運転に対応している。また初期は有人運転でも将来的に無人運転に切り替えられる要着脱可能な運転室ユニットのオプションも用意している南京2号線の名番アルストム自社工場のほか中国などでは合弁会社あるいは現地企業との共同での生産となっている。 ありがとうございます。